こんにちは、シンデレラメンバーの鈴です。本日はですね、サマーインターンも終わる時期になってきたということで、シンデレラインターン生の2号卒の子たちに来てもらって、就活の状況とか今の悩みを聞いていきたいと思います。早稲田大学3年のメイと申します。サマーのインターンはオンラインなんですけれども、2社だけワンデーで参加しました。どうもこんにちは、2号卒のケンティです。僕は5社ぐらいエントリーして、専攻のないインターン1社だけ参加しましたって感じです。大学3年のアイカです。サマーインターンは応募は1社だけで、専攻のないサマーインターンに10社ほど参加してるっていう状態。10社もあるんですか？業界的にどういうところを見てるの？私は課題解決っていうところがちょっと興味があるので、SIとか B2B だとコンサル系で見てるって感じです。メイちゃんはどういう感じの業界なの？結構自分とマッチする企業を探したいっていう気持ちが多くて、私も幅広く見ていて、共通するところといえば結構人との関わりが多い、そういった業界を見ています。実際に面接とか ES 出すみたいな、ウェブテスト解くみたいなとかはもうやってるの？みんな私は一通りやりました。おー、ES もウェブテも面接も、はい、グループとかも、グループ面接とかもありました。ちゃんと全部やってる。すごい。ケンティはグリースだけあります。あ、グリースあるんだ。グリースはあります。どうやって対策してます？過去の体験談とかを調べて、面接でこういう質問が来たっていう内容が載ってるので、まあ、それを全部答えられるように自分の中で答えを持っておくっていうのと、個人的にすごくいいなと思ったのは、なるべく年上の人と自分がこういう仕事をしたいとか、そういうのを話していく上で自分が大切にしている思いだったりとか、興味の方向性とかが話しているうちに見つかってくるから、これはすごいなんかみんなにもやってほしいなって思ってます。それこそやりたいこととかってある？さっき言った B2B とかですけど、結構業界がハードっていうか、もともと趣味とかプライベートが充実する方がなんか人生豊かになるかなと思って、労働時間短い方が良くないとか思ってたんです、最初は。でも若いし元気だし、チャレンジしてみたいなっていうのはちょっと漠然とあって、で何社かサマー専攻ないやつとか行ってみたら、結構みんなちゃんと考えてるなっていうのが分かったんで、なんか普通に面白そうと思って、ちょっとチャレンジしたいなっていうのは最近思ってるところです。それこそなんかさ、みんなはさ、大きいところ行きたいとかベンチャー行きたいとか、そういう規模感はないの？志望大手の方が研修しっかりするイメージありません？研修しっかりしてたら欲しいんだ。シンプル成長したいってなったら、まあ、整ってる環境です、型にはまるじゃないですけど、フォーマット通りに行った方がまあ近いんじゃないかなみたいな。みーちゃんは？私はそれこそ大手もベンチャーも壁なく全部見たいなって思ってたんですけど、進めていく段階で大手の方が大きいものを動かせるっていう経験ができるっていうのは大きいなって思って、先々を考えた時に最初大手に入って、その後ベンチャー行くのもありかなとかいうのを考えたりをしています。サマーインターンの優遇はあったっていうことで、早期選考に呼ばれたりとかさ、優遇とかってあったりした？私はありました。おー、それこそ昨日今日で 2days あったんですけど、その中で早期の案内がさっきついあって、早期選考は案内してもらいました。他はどうですか？僕も来ました。おー、すごいじゃん。すごい、みんなすごいわ。普通に周りの子たちも同じぐらい進めてる？先週やってないですね。やってないね。はい、勉強もやってなかったね。私の周り、特にゼミの仲間が30社エントリー当たり前みたいな。当たり前。私が就活始めたのも周りの話についていけなさすぎて寂しくなって始めたので。それはさ、単純に早期化がめっちゃ進んでるのか、それとも私の周りが誰もやってなかっただけなのか、どっちなんだ？今年から早期化って言われてますよね。今年からなんだ。実質インターンが先行みたいな暗黙のルールが公式で認められたのが今年からっていうらしいです。ちょっとこれは私1年休学してるんで、友達はみんな24卒なんですけど、その子たちと比べてもうそんなエントリーしてるのとかは言われました。何月までに内定欲しいとか、何月までに企業決めたいとかっていうのはあるの？今はまだ第一志望はない？一応第一志望はもうある程度決まってます。早っ。どういう企業なの？IT で、その B2B 結構大手なんですけど、ね、結構すごい規模でいろんなことやってて、これは面白そうだなっていうのが。そこは選考どれぐらい進んでるの？選考はあのサマー落ちちゃって、秋冬インターンとかも選考ある？あ、そうですね。なるほどね。秋冬に今度申し込んだやつがあるんですけど、それ行くと早期選考の案内があるよっていうのがあったんで、それは来週とかにエントリーするっていう。わー、ケンティは第一志望企業とか？全くない。
志望業界もない。これが普通だと思うけど。これが普通ですよ、皆さん。安心してください。本当に。てかさ、やりたいこととか、志望企業とか業界とかなんで？どうやって決めるんですか？それこそ、なんかサマーインターンで業界とか絞らずにいろんなものを見てみようと思って、とりあえずエントリーして、で、その時に企業についてやっぱ調べたり、志望理由書くのに調べたりとかしてて、なんか自分こういうのやってみたいなっていうのが出てきたりっていう感じですね。え、メイちゃんのその今第一志望群のさ、企業はもう選考始まってるの？まだインターンの選考だけで、本選考ではないです。インターンは行けたの？インターンは一社選考進んだんですけど、途中で落ちて、で、今一社受けてます。今の話聞いてると結構みんな就活進んでるなっていう感じがしたんですけど、どれぐらい1日の中で就活に時間を割いてる？インターンの募集がたくさんあった時期は大学から帰ってきたらもうずっとしてたんですけど、私がスタートダッシュがすごい遅れたのです。いや遅れてないですよ。何月何月？7月で、その時点で結構締め切られてたものが多くて、まあ、確かにサマーはね、その時点で周りの人たちはもう30社エントリーしてる感じで、本当話にもついていけないし、業界すら知らないっていう状況から始まったので焦って、でもなんか楽しかったので、知るのが趣味レベルで歯磨きしながら旬ダイアリーの動画見てました。じゃあ愛花ちゃんどれぐらい使ってますか？一緒で、募集がいっぱいあった時はやってました。インターン応募しなきゃみたいな。応募テストって夜中なんですよ、だったらなんか朝方とかまでやっちゃってたっていう感じです。自己分析がちゃんとうまくできてなかったのもあると思うんですけど、 ES1 枚書くのに一晩使えってなると、なんかそれを何社もってなると、夜中の時間帯は毎日だったかもしれないです。ケンティは？僕週に1時間とか、たまに予防もして話聞いて終わり。さっきさ、撮影始まる前に2人に聞いたら全然就活私やってないんです。安心安心と思ってサマー落ちてるのがでかくて、何社中何社ぐらい落ちたの？選考ありで、今期受けたのは1社だけで、そこはもう落ちちゃいました、それでとりあえず選考なしでどんなもんか見てみようっていうので、いっぱい受けてるっていう感じです。僕めっちゃ思うんですけど、なんでそんな就活できるんですか？僕本当にモチベがない。やりたいことがあるじゃん、2人はちゃんと。やりたいことが決まったらどういう企業に行けばいいのかなっていうのも分かって就活頑張ろうってなるけど、ケンってそこまで決まってないじゃん。でももともとやりたいことはなかったけど楽しかったんですよ。何が楽しいの？将来のこと考えるの避けてたところがあって、就活イコール辛いっていうイメージがあったから避けてはいたんですけど、意外と調べてみたら自分の可能性が広がるっていうか、大学生が一番人生夏休みで楽しいと思ってたけど、意外と社会人になってからも、まあ、お金もあるし、なんか一人暮らしできるし、自由なものも増えるし、あ、意外と夢があるな。なるほどね。だったらじゃあ自分は社会人の中でもこういう人間になりたいっていうのを考え始めたら意外と楽しかった。え、なんで君が頑張れる？まず憧れが先にあるから、行けたらすごいなみたいな、もう本当にそういうモチベーションですけど、応募したら締め切りがあるから、とりあえず締め切りに追われてるっていう感じではあるんで、自分から自主的にってことはないです。9月の就活の予定を教えてっていうことで、なんかもう決まってる予定があったりする？どういうインターンに参加する予定とか、本選考何社応募する予定とか。私は3社座談会が予定あって、座談会って何？社員とお話しするっていう。それは選考に繋がってるの？選考に繋がってるのもあれば、ただただその企業について知ってほしいっていう、ね、企業側が設けてくれてるイベントみたいな。ケンティどうです？実はベンチャーを見てて、でちょうど一昨日ぐらいにベンチャーの人事部長の人と個人面談して、それでちょうど来週人事の人が個人的に説明会しますって言われて、あ、行きます行きますって言って、そうお願いしますって言って、それがベンチャーのいいところですね。またサマーが残ってるので、それが5社ぐらい対面であるのと、冬季のエントリーがあるので、3社ぐらいかな決まってるのがあります。で最後に9月の抱負をちょっと皆さん一言ずつ話してもらって終わりにしたいと思います。僕は9月1個だけ目標がありまして、心の底から行きたいと思える企業を1社見つける、これに限りますね。そういう心の底から就活っていうところが僕の抱負です。私はサマーのインターンが結構スタートダッシュ遅れてしまったなっていう感じがあるので、秋冬に向けてスタートダッシュが遅れないように構えとこうっていう気持ちで、一番は対面のインターンに行こうと思ってます。私はサマー落ちちゃったの、面接で落ちちゃったのが反省なので、ウェブテストと面接の対策しようかなっていうのが9月の抱負です。なるほど。9月も皆さんもっと仲深めてもらって、みんなで就活やって高め合っていけたらなと思います。せーの、じゃあ
ここで仙台リーからお知らせです。期間限定で ES 添削サービスを無料で実施しています。 ES は添削してもらったら通過率マジで上がるんで、この機会に活用してください。夏こそ頑張ろうと思ってる就活生に向けてダイアリーからの応援キャンペーンの方です。ありがたい。この夏限定なので概要欄のリンクからぜひチェックしてみてね。